マウンテンにあらわ、牛シ,シュバック属に分類される、具体類。エチオピア固有種体長オス二百四十から二百六十センチメートル、メス百九十から二百センチメートル。体高オス百二十から百三十五センチメートル、メス九十から百センチメートル。体重オス百八十から二百五十キログラム、メス百五十から二百キログラム。背面性抽選には、 約10センチメートルの体毛が縦紙状にやや伸長する。頸部覆面から腹部にかけて体毛は伸長しない。毛衣は肺褐色や暗褐色。胴体背面に2から5本の不明瞭な白い横縞が入る。体側面や大腿部には白い反転が入る。縦紙は頸部が暗褐色。胴体は白と褐色。幼獣の毛衣は高褐色。 オスにのみ外側へ向かう位置から2回ねじれる角がある。角長118センチメートル。角の表面には、うねがある。標高3500から3800メートルにある草原や、矢ぶち、低木林、湿地などに生息する。雨季になると、標高約2700メートルへ移動する。オスは単独か、若いオスだけで群れを形成し、 メスと幼獣は4から6頭の小規模な群れを形成し、生活する。植生は植物食で木の枝、芽、葉、層などを食べる。繁殖形態は耐性。11から12月に交尾を行い、妊娠期間は6ヶ月。1回に1頭の幼獣を産む。メスは生後2年で生成熟する。開発や野焼き、放牧による生息地の破壊などにより、 生息数は減少している。本種の生息に適した地域を自然保護区に指定する、本種が生息する、国立公園内の整備や家畜の排除などの保護対策が進められている。1988年における生息数は2000から4000頭。1998年における生息数は約2650頭と推定されている。ありがとうございます。